これは、育乳サロンってのがあるんですか？芸能人が通い詰める育乳サロンの実態だそうです。育乳っておっぱいですけどね。育乳は一日にしてならず、サロン通いには飽き足らず、毎日のセルフマッサージを駆使してバストの張りを取り戻したのは長谷川京子。長谷京ね。まあ離婚しましたもんね。40を目前にした頃に20代の膨らみを取り戻したいと一年発起。以降3ヶ月に2回のペースでバストサロンに通っています。日常のセルフマッサージと矯正ブラによるケアを欠かさないと言います。二人の子供の出産で、そがれたバストを推定 D カップにまで再生させましたと。芸能人ぐらいですよね。そんなね、胸とかをね、強調するっていうのって、まあ、そこも売りじゃないですか。まあ、一般の生活ではあんまないですけどね。ここに来て色気が増したのは、離婚というより、バストアップ効果に違いないと。また、ドラマドクターホワイトの放送を終えた浜辺美波も育乳疑惑が浮上していると。浜辺美波ちゃんも育乳疑惑らしいです。おっぱい大きくしてるらしいです。きっかけは昨年の4月28日の突然占ってもいいですかで、星ひとみさんに入浴中のマッサージを見透かされたんです。脇から胸にかけて揉んでいたようで、浜辺は肯定も否定もできず、白肌の顔は真っ赤に。続いて解説が、腹部や鎖骨付近のリンパを流す仕草に及ぶと、汗止まんないと半ば認めた様子で降参していましたと。で、その努力の結果は、21年に、去年ですね、発売された写真集、20って20歳で記念で出されたんですかね。で、存分に発揮されていたと。はっきりと胸の谷間を見せた写真が9枚も収録された。9枚って少なくないですか？写真集の中で胸の谷間9枚って相当舐めてると思いますけど。奄美大島の自然豊かな風景に映える白黒チェックのセパレート水着に純白のキャミソールなど、バリエーションは様々。確実について A カップから B カップに成長します。発展途上バストから目を離すべからず。発展途上バストね、もう発展、成長するんですかね、でもね。こうした目に充実ぶりが伺える鷲見玲奈は、パパイヤにも形容される G カップをキープすべく努力を怠っていない。この人って、わしみじゃないんですよ。鷲見って読むんですよね。鷲見玲奈なんですよね。土曜日やってた。今やってる。まあ、土曜日やってる、ズームインサタデーですか。ズームインサタデーの次のね、MC になるんですよね。モッチーが辞めたんですね。で、この鷲見玲奈さんになった。やっぱ同じセイントフォースなんですね。なんかモッチーって、セイントフォースの取締役になったんですね。だからまあそういう流れで、この次の推してる鷲見玲奈さんがなるんですよね。定期的に通う、ジムでバストの、下だれ防止トレーニングに励んでいます。フリー転身の前後に、トップが下がってきたのかもと、乳首の位置を気にし始めたそうで、毎回ウェイトのかかったバーを胸に引き上げて背中を鍛えるラットプルダウンをメニューに取り入れている。姿勢が良くなり、自然とバスト位置が上昇しているんだとか。一時は E カップまでダウンしたバストサイズは V 字回復しましたと。え、 E カップって相当でかくないですか？そんなでかいんですか？コーマンバストの土台には日々の積み重ねが見え隠れしているのであると。僕でもそれよりも今言ったズームインサタデーのね、モッチーさんが僕好きだったんですけど、あの方が17年ズームサタやったって言って、17年っていうのは自分の人生の中で3分の1ですって言われて、え、いくつなんと思って、17の3倍生きてるってこと、50歳超えてんのと思ったんですよ。で、調べたら、51歳なんですね。びっくりしました。僕、行って40ぐらいかなと思ってたんですけど、いや、やっぱりね、あれですね、ちゃんとケアしていくと、アンチエイジングってすごいなと思いましたよ。やっぱり。努力ってね、裏切らないんだなと思いましたね。ということで僕も明日、湘南美容クリニックに行って、メンテナンスの相談ですかね、明日。なので、それも動画にしますんで。ではでは。